16歳の女の子が歌って18歳の女の子が歌って、27歳のお兄さんも頑張りますので、名古屋から来ました、よろしくお願いします。皆さんのその拍手をまずは手拍子に変えてください、よろしくお願いします。君はどこへ向かい旅をしてる。飛行船が今進むよ、雲の綺麗だから。春風あの日君はどこへ向かい進み、宇宙船から見た青い世界はどこだ。まだ夢の途中、して逃げた。風に向かって風を仰いで、風に吹かれ先に垂れ。ねえいつまでそこにいるの。愛があって別れがあって、春は巡って巡り巡って、そんな僕らはまだまだ旅の途中。温度も完璧だ。春風あの日君はどこへ向かい進み、宇宙船から見た青い世界はどこだ。サビのですね、手拍子をちょっとテンポをアップしてみたいんですけど、いけますかね。その倍のスピードでいきますよ。せーの。回り回って嘘をついて、嘘に気づいて嘘に泣いて、隠し続けた本当の自分。くるくる回って抜け殻だって言われてたって、もがき悩んで、その答えをただただ続けるばかりね。拍子が今一つに、そしてもっと大きな音でなりますよ、いきますよ。手を叩いてリズムキープ、その音が心地いいんだ。みんなの手拍子が一つになろう。その瞬間が、その音楽が、そのメロディーが言葉になんね。これが音楽だ、またまた行くぜ。風に向かって風を仰いで、風に吹かれ先に垂れ。ねえいつまでここにいるの。くるくる回って答えなんて、すぐになんて見てれなくて、そんな僕らはまだまだ旅の途中。ありがとう。改めまして名古屋から来ました山口大輝です、よろしく。ありがとう。急遽飛び入りということで、昨日ですね、先ほど歌っていた岡島大君と2人で名古屋から歌いに来ました。で、昨日は埼玉の大宮駅で路上ライブやって、そして今日は四ツ谷の天満堂でライブやって、そして急遽
ここに飛び込むっていう、だいぶアクティブなこの東京の旅ですが、おそらく初めましての方が、多いと思います。次の東京はまだまだちょっと決まってないんですけど、また必ず東京にも歌いに行きたいなと思います。年間100本以上ライブやってて、もう普段は名古屋ばっかなんですけど、もうまた東京にも歌いに行きます。また皆さんに会いたいなと思って、まずはそれこそ、ソーシャルネット、SNS、Twitter も Facebook もインスタもある程度全部やってます。そういったところからつながっていただいて、また直接お会いできたらなって思います。あと一曲、僕の実話を元に描いた曲をお届けしたいなと思います。僕の、自分のお父ちゃんは中学校の時に死んじゃっていないんですけど、でも勝手に自分の中でもう会えないって決めつけるのではなくて、もしかしたらどこか夢の中でも別の形でも何かまた会えるんじゃないかなって、僕はそんな風にも思います。皆さんにとっての会いたくても会えない人、会いたくても会えないもの、そんなものと何か共通するもの、共感してもらえることができたらすごい嬉しいです。本当に今日は急遽飛び入りですけど、温かく迎えていただきましてありがとうございました。27歳山口大輝でした。あれから時は流れ、一体何年経ったのだろう。忘れそうで忘れることのない、そんな寒い寒いとある冬の日、何不自由ない生活を淡々と送っていた僕らの日常は、まるで砂時計を逆さにしたような時の流れに来たか、窓の向こうで僕らは茜空にそっと手を伸ばした。会いたい会いたいなんて願っても、今は夢の中でしかも会えないことは勝ってる。それでも僕はあなたに伝えたいことがあるんだ。僕は生きてる。ここに嫉妬した幼い僕、一緒にうまい酒も飲み交わしたかったと思う今の僕、そんな胸の奥底にしまい、気づけば流れ星を見ていた。ああ会いたい会いたいなんて
は叶わぬことだとそんなことはもうわかってる。それでも僕はどこかで会えるんじゃないかと思って、ありがとうございました。最後メイという曲でした。またお会いしましょう。山口大輝でした。ありがとう。